どうも、フリーマこと長谷川です。今回ですね、電通、朝日新聞の赤字の影響とネット広告費という話です。オチとしてはメディアの構造が一気に変わっていく前触れかというところなんです。今回の動画はこちらの朝日新聞、電通の赤字の動画をご覧いただいてからこちらをご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いします。今回の動画で最初にご紹介するのは、電通の2021年2月15日に発表された2020年12月期決算です。正直金額を見て自分も驚いたんですが、前年度の2019年12月期はマイナス91億1200万円だったのに、2020年12月期は一気に2桁増えて、全ての経営成績である当期包括利益合計額だと、なんとマイナス2042億8900万円という恐ろしい数字になっています。これだけの赤字だと、どれだけの中小零細企業が吹っ飛ぶかという話になってくるんです。このような状況なので、電通はかなり焦っているようで、この損益を取り戻すために電通ががっつり関わっている東京五輪をなんとか開催してほしい願望があります。ただ現状だと実際に開催されるかどうかは何とも言えません。電通でさえこんな状況なので、そこに絡むテレビ、新聞などのメディアはもっとやばいんです。2021年2月25日に電通が発表した2020年日本の広告費によると、ネット以外のマスコミ4媒体広告費は前年比マイナス 13.6% の2兆2536億円。イベントや広告販促といったプロモーションメディア広告費は前年比マイナス 24.6% の1兆6768億円。それに対してネットの広告費は前年比プラス 5.9% の2兆2290億円と堅調に伸ばしています。2020年9月の中間決算、マイナス419億800万円を記録した朝日新聞だと、2021年4月1日付で渡辺正隆社長が退任し、その後任に中村史郎副社長が昇格することが発表されました。朝日新聞は現在だと交渉で500万部を切っていますが、実際の販売部数は350万部と言われています。2020年3月31日時点の朝日新聞の平均年収は1229万円なんですが、これだけの業績だと給料カットせざるを得ないし、今まで社員はタダで読めていたのに、今後は自社の新聞をお金を払って読まないといけない状態にもなっています。さらに朝日新聞は現在300人の希望退職者を募集しており、その中に福島原発の所長だった吉田正雄氏の長所である吉田長所の報道で誤報をやらかしたジャーナリストの鮫島博氏も含まれています。当然これはテレビ業界にも番組制作費削減という形で波及しており、 TBS では2021年3月の段階で噂の東京マガジン、グッドラック、爆報ザ・フライデーなどの番組が終了。さらに2021年10月でタレントのめぐみとしあきさんが MC の昼帯の打ち切りが決まったのではという話も出ています。さらにタレントの加藤浩次さんも TBS ではこの差って何ですかとスーパーサッカーの終了が決定。またフリーアナウンサー、女優の田中みな実さんも司会を務めるジョブチューン、職業の秘密、ぶっちゃけますと有吉ジャポン2、ジロジロ有吉を2021年3月末で卒業。芸能系の記事を読んでいると別の理由が書かれていますが、実際のところはギャラの問題です。先ほど述べた3人は総じてギャラが高いんです。日テレにしても2021年3月27日に25年続いたトークバラエティ番組であるメレンゲの気持ちが最終回。これも総合司会の久本雅美さんや石塚秀彦さんのギャラの問題が大きいと思います。さらに最近のテレビは通販や AC ジャパンの CM が増えていますが、これも広告費が少ないか、全くない時に入るものなんです。これがあるから広告、新聞、テレビ業界の人材はどんどんネットに流れています。この傾向があるため、ジャニーズ、
吉本、オスカープロモーションといった芸能事務所にしても、どんどんタレントが退所しているんです。しかも、サザンオールスターズや福山雅治さんなどが所属しているアミューズにしても、富士山麓に事務所移転を計画している噂も出ています。このあたりは自分が今皆様にお届けしている動画の媒体も大きいと思うんです。これは YouTuber の皆様も同様になります。ここ数年だとそういった YouTuber を抱える UUUM や Buzz といった YouTube 事務所でも同じことが起きているんです。芸能人、YouTuber の方たちにしても事務所を通しているために中間手数料が発生します。有名な例だと YouTube 事務所では UUUM が挙げられます。UUUMの場合は動画収益のうちの 20% のマネジメント料を事務所に払う必要があります。これ以外にも対処には理由があるとは思うんですが、芸能人の方も同様に事務所に払うマネジメント料があるんです。自分も動画を作る際に全ての作業を一人でやっていて思うことが多々あるんですが、そんなに大したことのないレベルの自分でもありがたいことに見ている方の人数が増えているので、もっとチャンネル登録者が多い動画チャンネルを持っている YouTuber や芸能人の方たちはより様々な思いがあるのではないでしょうか。そういう意味では自分は今後この傾向が加速していくし、今までの広告代理店モデルが通用しなくなる時代になるんだろうなと予想しています。そこを踏まえると面白いのはこちらの動画でご紹介した映画恵みへの誓いです。北朝鮮拉致問題を取り上げたこの映画は、映画制作費は5000万円と低予算です。しかもクラウドファンディングから作られている作品なんですが、上映されている映画館も増えているんです。以前の動画では20前後の上映館と言ったんですが、現在は上映中、または上映をしようとしている映画館は25に増えています。当然作品の持つ力が大きいのもあるんですが、ネットで地道に拡散している方たちの努力が実を結んでいるんだと思うんです。そういったわけなので、映画恵みへの誓いについては以前の動画で紹介したように、映画の制作委員会ページにアクセスして、1、映画について拡散、2、映画館に問い合わせ、3、映画制作委員会に資金での支援、この3つをネットリアルの双方を駆使していくと、今までの既存メディアに潰されてきた流れも変えることができると自分は思っています。確かに日本の現状も暗いものが多いんですが、こういうところを見ても希望がないわけじゃありません。そんなわけでメディアの構造が一気に変わっていく前触れかというところなんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければ、チャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。